太郎の英作文チェックしていきたいと思います。一体何を勉強してきたんや。めちゃくちゃじゃない。 I want to went to place to when I was children。はい、始まりました、まちつチャンネルです。さて、今回は太郎の英作文チェックしていきたいと思います。太郎のっていうか、まあ今ね、英作文ね見ますよっていう企画やってるんですけど、まあね、皆さんやっぱり勉強全然ね送ってくる人はほとんどいないし、まあそもそも動画自体も見ないもんね。勉強やっぱり苦手ですね。はい、そうなんでね、なかなかねすごく役に立つ動画ってね見られないよね。やっぱどの参考書がいいとかはさ人気じゃないですか。でもその参考書ばっかりにこだわって自分の勉強っていうのがちゃんとできてないっていう、まあ典型例です。はい、太郎生参考書にまあこだわりがねいっぱいあったりして言ってる方なんですけど、全然自分の勉強ができてないっていうのは丸わかりですね。一体何を勉強してきたんや。高校入試の英作文ということで、はい、あなたは外国指導助手 ALT から What do you like to do when you are free? と質問をされましたと。あなたの答えを理由や説明などを含めて20語以上の英語で書きなさい。20語、さすが高校入試、三重の問題なんですね。英文の数はいくつでも構いません。こういうのが高校入試なんでね、英文の数決めてくるやつね。で、今回はいくつでも OK って言いますね。20語より OK。ただし、I'm などの短縮形は1語として数え、コンマピリオドなどは語数に入れません。こういうことまでちゃんと書いてくれる。さすが高校入試。さて、見ましょうか。回答。I want to drive my car to do when I am free。もうめちゃくちゃじゃない。I want to went to place to when I was children。 もうさ、ミスのオンパレードじゃん。とか、もうさ、うちの動画見てる？見てるよね。見てるのに、いやいや、典型的な間違いって言ったじゃないですか、これ、英作文の。やっちゃいけないものが山ほどあるよね。てか、まあ回答が面白いね。車運転してるっていうさ、太郎ならではの。回答じゃない。だってさ、中学生がこれ答えるやつで、中学生が運転するなんて答えないもんね。まあ、I want to drive my car は大丈夫ですね。でも、この後ろの to do って何ですか？これだから、最初の設問の what do you like to do の to do をつけちゃったわけでしょ ?when I am free って言ってんだけど、まあさ、正確には I like to drive my car ですね。だからこれ何するのが好きですかっていう質問じゃないですか。だから what do you like to do ですね。何するの好きですかですね。それを、何をしたいですかだと勘違いしちゃったわけで、多分だ would like to do だと思っちゃったのかな、この説も。で、I want to went はやばいでしょ。want to の to の後ろは原形、原形。went はダメ。went は過去形、どうして過去になった。I want to go to the place、 裸名詞だし P 大文字だし。で、これやっちゃいけないって言ったやつですよ。 go to a place とか go to places みたいな複数にしなきゃいけないですね。で、When I was children ももうさ、めちゃくちゃじゃん。もうこれも、I は一人ですね。When I was a child です。でも、When I was a child って言ったとしても、私が子供の時、何した場所よ。子供の時行った場所とかだったらわかりますよ。っていう意味なのかな ?I want to go to places I went to when I was a child っていうことだったのかな、もしかして。だから、went to place to って書いてあるのかな。で、まあだから本人にさ、いろいろ聞いたというか、本人はさ、単語力が足りないって言ってたんだよね。何か表現を表すときに単語力が足りないんで、いやいや、単語力じゃないですよ、これ。文法です。文法語法の力があまりに低すぎるって感じじゃないですか。だって難しい単語使う必要なんか全然ないですよ。高校入試だし。きちんとした英語で書けるようにしなきゃいけない。そこが一番の問題点ですね。だから言ってたのなんか、そう、もともと言ってたんですね。チャット GPT で入れて、なんか文にしましょうって言ったから、これチャット GPT 無理じゃない？直せないんじゃないかな。破綻しすぎちゃって。続いての問題いきますね。次の意見に対してあなたはどのように思いますか？あなたの考えを賛成か反対かを明らかにする一文を含めて4文以上の英文で書きなさい。コーチの問題ですね。はい、4文以上含めるんだ。Learning a foreign language is important。ああ、外国語を学ぶことは重要。っていうのに賛成反対か。I agree that learning a foreign language。I have two reasons to support my opinion. これそのままだね。はい、よくあるやつですね。First, learning native language is very difficult. Second, knowing foreign country. スペルも違うし。
どうした？まず I agree that ってやるんだったら当然そうですね。 I agree that 主語動詞です。はい。で、learning a foreign language、 これは主語動詞ないですね。動名詞がくっついてるだけですね。だから I agree that learning a foreign language is important です。 is important どこ行っちゃったの。 I agree with the statement that とかでもねいいですけどね。はい。で、I have two reasons to support my opinion はまあそのままでしょうね。これはまあよくあるパターンですよね。はい。サポートする意見が2つありますっていうのでやる。で、First、はい、1個目 Learning の大文字で書いちゃってんだよ。これだから文中大文字で書いちゃうとね、主語出てきたら全部大文字とかっていうのは超危険です。絶対やめなきゃいけないですね。 Learning native language A native language is very difficult、まあ、スペルも違うんだけど difficult になってるからだけど、そもそもなんか何ネイティブ language だって自分の言葉でしょ。母国語を学ぶのが難しいの意味が分かんないし、そもそも母国語を学ぶことが難しいから外国語を学ぶのは重要だっていうのは全然成り立たないですね。日本語難しいよ、だから英語勉強しなよって日本人に言ってるってことですよ。なんかね、これを外国の人に言ってるんだったら分かるじゃないですか。ドイツ語喋る人に、日本が難しいよ、だから英語にしときなよっていうのは分かるけど、日本人に向かって日本語難しいよ、自分のネイティブランゴイチ難しいよ、だから英語勉強しなよ、意味わかんないですね。英語勉強すること重要だよ、通じないですね、全く。で、論理もないし、文法も間違いすぎてる。で、second、knowing、はい、また敬語文字ですね。foreign country ですね、はい、スペルも違うし、country。で、これは何にもないじゃん、文になってないですね。knowing foreign country、knowing about a foreign country、それとも複数、foreign countries。なのかな。まあ多分 We can know about foreign countries って言いたかったんだと思いますよ多分。まあしかし破綻した文になっていると。でこれ見てうわーやばーとかってね、多分多くの人思ってると思うんですよ。マジかよこのレベルっていう風に多くの人が思ってるんだけど、マジで英作文って書けないですから。もちろんね、皆さんこのレベルより上ですよって思ってね、でまあまあまあそうかもしれない、実際そうかもしれないですけど、こういう英作文ってすごくいっぱいある。そう、まず文の中に主語動詞を置きなさいって、これめっちゃ教えるからね自分自身。いい、ボン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 動詞置いていかない、主語があって動詞があるんですよ。で動詞増やしたければ接続詞置いたりとか関係詞置いたりとかしないと増やすことできないんだよって、これ口酸っぱく言わないとできるようになんないの本当に。これってめっちゃ大事。いい、文中は大文字で書いちゃダメだから、主語全部大文字で書いちゃダメだよ、やんないとダメなんですよちゃんと。自分がそのレベルだった時のこと忘れてるかもしれないけど、だから今年は英検3級の授業で3級 ?12? 忘れちゃったけどやったんですよ中学生。でこういうのめちゃくちゃ多かった。大文字じゃないよ、ピリオドちゃんとつけてねとか本当にやんなきゃいけない。でもやっぱ漢詩の感覚なんかないですから、数えられる名詞あとかだとか S とかついてない状況で使っちゃダメだよ、裸名詞ダメだよとかってやんないとダメなんですよ。 To の後ろ原型だよ、これ本当に教えなきゃダメなんですよちゃんと。口酸っぱくぜひともちゃんとこういうこと理解してやりましょうね。送ってきたい方はぜひとも送ってきてください、お待ちしております。見てねっていうのは、あ、ただ Twitter に送ってきてくださいね。 Twitter でフォローして DM で送ってきてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森鉄英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント、こちら TOEIC800点、英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには僕や森鉄先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。